自動車業界、またまた大変なことになりましたね。不正が明るみに出たんです。国土交通省はトヨタ自動車やマツダなど5つの会社から自動車の大量生産に必要な型式指定の認証に関し、安全に関する試験で嘘のデータや試験車両の不正加工があったと報告を受けたことを明らかにし、合わせて6車種の出荷停止を指示したんです。この型式指定をめぐってはトヨタグループのダイハツやトヨタ自動織機で不正が相次いだことから、国交省は自動車メーカーや装置メーカーなどおよそ8